第4回モグラ TV。 今回ですね、第1回目がオートバイコーナー、2回目、3回目が、おもちゃコーナーということで、4回目はですね、スポーツコーナー、ここ見てもらえば分かると思いますが、今回ですね、開幕間近ということで、開幕直前スペシャル、ヴァンフォーレコーナーをお送りしたいと思います。じゃあ、特別ゲストを呼んでおりますので、特別ゲストの方どうぞ。忙しいとこすみません。今日はですね、ヴァンフォーレのですね、ゴール裏の、初代コールリーダーと今現コールリーダーの人もいます。ちょっとカメラに向かって自己紹介の方、じゃあ北田さんの方お願いします。ご紹介に預かりました初代コールリーダーの、北原と申します。よろしくお願いします、はい。今ゴールリーダーをさせていただきます福崎と言います。イエーイ。ですね、今、紹介、していただいたんですが、今ですね、北原さんは、今工房の方でお店をやってるって聞いてあるんですが、はい、場所はどの辺でやってるんですかね。町の名前で言うと、はい、甲府の中町っていうところなんですけど、中町、真ん中の中に町、そうです、そうです、中町、はい、で 場所的にはどっか古瀬の近くっていうんですかね、新市平和通り沿い。そうですね、はい。私もちょっと行ったことが何回かあるんですけど、一番分かりやすく言うにはどういう感じなんですかね。新市平和通りを甲府南インターチェンジに向かって、デイリーストアがあるんですけど、ありました、ありました、はいはい、はい、パチンコ屋さん、はいはい、その間の道を旧道の方に入っていただいて、500メートルくらいのなんかすると左側にあるということで、はい、そこではヴァンフォーレの試合の時、アウェーの時にはそこでやっぱ見れたりするんですよね。確かに、そうですね、はい、アウェーを大画面で見れて、美味しいお食事も食べれて、はい、みんなで大騒ぎしながら見れるということですね。はいはい、それをね、電話番号言っちゃってもいいですか。あ、大丈夫です。電話番号じゃあちょっとよろしいですか。はい、055-244-1124 です、はい。皆さん分かりましたか。メモを取れる方、じゃあもう一回お願いします。055-244-1124 です。はい、お店の名前はブルーカフェです。ブルーカフェです。そのブルーカフェの依頼は何かあるんですかね。由来ですか、うん。とにかくブルーが好きなんですか。まあ、ブルーですね。はい、まあヴァンフォーレの青と、青ということで、あと海の青と、うん、はい、日本代表の青と、青と、はい、いろんな、サーフィンもなさってるんですね。そうです、北野さんね、サーフィンが趣味で、あ、それも全部合わせてブルーということで、はい、もう初代コールリーダー。何年頃からのコールリーダーっていうのは、いつ頃からその施設応援団っていうかあったんですかね、昔は。施設応援団として立ち上げたのは1993年頃ぐらいだと思うんです。まだ名前はヴァンフォーレ、ヴァンフォーレ甲府だったんですか。当時は甲府クラブ。甲府クラブ、はい。で、じゃあその施設応援団、甲府クラブ、北野さんサッカーやってたんですか。そうですね、サッカーやってて、はい、サッカー部、サッカー部でみたいな感じ で、はい、で、じゃあ応援をしよう、見に行って熱くなっちゃって、じゃあ応援団、その頃応援団なかったんですかね。そうですね、その頃は、うん、まあ、選手の家族だったり友達が、はいはい、ただ、うん、本当にタッチライン際で、うん、頑張れながら、そうそう、友達のノリで見に行っていて、で、まあ、それのちょっとこう延長みたいな感じで、はい、じゃあ旗もなく、旗も何もないです、曲もなく、はい、頑張れって言ってるだけ。そうです、そうです。それ何人くらいでやってたんですかね。いや、本当に3人とか4人とか、最初、最初、最初、観客は何人くらいいたんですか。だって観客が50人とか100人の中で、はい、応援団は3、家族とか3人とか、そうです、もう応援団っていうもんじゃないですか、ね、それでやっていたと、はい、で、それが90で、福崎さんはいつ頃からこう一緒に応援するようになったんですね。僕は大学に入った時に、大学18、そうですね、18歳の時に、うん、やっぱりもともとサッカー好きで見に行ってたってことですか。そうですね、この、あれで、まあ、どうせだったら応援させて、応援しながら観察したいな、見た方がいいかなと思って、その頃からゴール裏だったんですか。
そうですね、ゴール裏、うん、はい、でしたね。やっぱそれってあのヨーロッパではサッカーやなんかから見てやっぱゴール裏が応援団の聖地なんですかね。僕すみませんよくサッカー見に行くんですけどゴール裏ね見にくいんですよすみません素人で上下のボールのパスが分かんないんであんまり見ててもねちょっと難しいんですよ。特にこうあの高ければいいけどあの埼玉のスタジアムなんか行くとちょっと全然僕浦和レッズ戦ちょっとゴール裏であ僕二度と見れないなゴール裏でやと思ったんですけどやっぱそれはあのその選手となんか声が通ればキーパーに裏がやっぱいい雰囲気なんですかね。値段の問題、うん、あはいはいはい、あ皆さんちょっとあ遠征やなんかでうーんまあ なんですかね。でそれでやっぱりみんなゴール裏に集まってっていうことなんですか。なんとなく僕らが始めた頃はもう J リーグがあの発足していて、うん、で J リーグのサポーターはゴール裏で応援してるからああじゃあ僕たちみたいなノリだと思いますね。で福崎さんがちょうどその大学入った頃っていうのはもうその頃結構増えてたんですか人数。10人20人いればやっててああでずっとそれからずっと続けててでヴァンフォーレ甲府になった時もまだレベル的にはその20人くらいですか。え鳴り物もない太鼓もないしトランペットもいない。その頃太鼓はありましたね。太鼓だけはあった、うん、あでやりだしてで存続の危機を迎えたもう観客ももうあそこでゴール裏で寝てたりなんか走り回って試合みたいないっていうのが昔僕あの VTR で見たことあるんですけど、はい、そんな雰囲気も あったってことですよね。で応援もしない子もいたりでもその中でやっぱりそのずっと応援続けてきたって熱いものは何かあったんですか。楽しいから、うん、あ自分で歌ってそうですあの応援してればで点も入れば嬉しいしということですかね。ずっと連敗が連敗記録の時なんかは応援しててもどうだったですか。勝敗関係なく甲府を応援しようよっていう形だったんですかね。ちょっとブーイングも出たりしたんですか。その当時のことですね、まあうん、知った激励じゃないけど、うん、僕たちが言えば頑張れよみたいな形があったんですかね、うん、ありましたね。で、ずっと J2 に来てちょっと増えだしたなっていうの何年頃か大体の記憶でいいんですけどどんな感じなんですかね。もうじゃあ100人くらいに50人から100人になったっていうのはいつ頃なんですか。それこそ J1 に上がって、あじゃあ J2 のあまあ J 一番最初の入れ替え戦はどこでしたっけ。すいません僕年で柏です。ああはいはいはい、あの前まではこんなにゴール裏少なかったですか。もう見たとこ結構いるように思ったんですが柏戦入れ替えされありましたね。最初の転機を迎えたのはやっぱり存続の時にそう、ねまあ、若干増えた増えましたね。であの隊長とか署名集めたり渡辺さんとかもやってる頃ですかね。 すごかったですね。それで、まあ、存続の危機を乗り越えて今の海野会長とかもねいろいろ宿泊して、まあ、最後になって J2 で、まあ、その入れ替え戦に行った時にはもう本当に嬉しい、もうこれ夢みたいな感じだったですか。北さんそうですね。 J1 は戦う場所じゃなかったですからね。あ福崎さんはどんな感じだったんですか。あ全く一緒です。あじゃあいけるのかなと思って、うん、で1戦目の入れ替え戦そうですね。あの早野監督がバレーじゃあうちはバスケットやりますかみたいなことを言ってて、それ言ってたんですよ僕それ VTR 見てるんで、でこんなやろうと思ったんですけどでああいう結果で停電事件もあって、はい停電事件の時応援団どうだってシートだったんですか。してましたよね応援ね。そうで真っ暗になってみたいな1時間くらい中断したんでしたっけ。多分そう長かったですよね。食べ終わってきてああそうでしたね。ありましたね、うん、で勝ってで向こう行った時もすごかったですね、うん、あの柏に行った時は誰が何て言ったか全部バレ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 って言ってねすごかったですね。まあ、あの時はじゃあ本当の喜びゴール裏で見てても、 もう涙は出るわ信じられないわみたいな感じだったですか、うん、そうですね。残り10分ぐらいからずっと泣いてました。ああそれ感動今まであの応援してきてよかったなっていうことでしょうね。そうですね。で僕ちょっと聞きたいんですけどあの今コールリーダー福崎さんで、北原さんからこのコールリーダーの引き継ぎって大体何年頃だったんですか。その北原さんはなんでじゃあ、まあ、どうしてあれだったんですかね。
コールリーダーじゃ草木さんに譲ろうって言い方あれかもしれないですけど、まあ多少年齢的なこともありながら、うん、でもう本当に若い頃から頑張っていてくれたので、うん、まあなんとなくそろそろかなっていう、あ、はい、日本代表みたいですね、なんとなくそろそろ若い子みたいな、ね、そんな感じあったですかね。じゃあ福崎さん言われた時はどんな感じだったんですか。いや嬉しかったです。おじゃあそれをやっぱりじゃあ糧にして頑張ろうと。それ何年頃だったんですかね。柏入れ替え戦の時はもうやってたやってましたね。でその前くらいですか、はい、そうですね、96、7くらいですかね、くらいですかね。でも北原さんもその後も行ってたんですね。一応応援も行ったり行ってました、ね、行ってました、あ、でも僕たち見てるとあのいつも後ろの方があの今回上福監督もね、あのサポーターの方たちがあったからこういう結果になったみたいなことも言っていただいて、ものすごく盛り上がって、今はだいたいあのゴールライン埋まるときはあそこどんくらい入ってるんですかね。3000くらい、席で1500から、うん、じゃあ立ってる人もいるとだいたいギリギリ1800くらい。いやいやそんなにいないですかね。すごい盛り上がり見せるときね、小瀬劇場とも言われてますし、うん、皆さんのあのやっぱり応援がねすごいなと。あんまり福崎さんね試合見てないですよね。よく言われるんですけど見てます、はい、あれもだってこっち見てるのに、あこう見て、そうですね、はい、あその雰囲気で曲をちゃんと変えたり、そうですね、そういうのも北原さんから教わったりしたんですか。そんな感じはどうなんですか。それは感性ですね、そうね、感性あすごいですね。今あの鳴り物は太鼓とトランペットの方いますよね、はい、あとはどんな感じなんですか。それがだいたい次この曲っていう、福崎さんどんな感じで次これやるって耳元でささやくかなんかあるんですか。そうですね、止めるときは、うん、まあ、太鼓を止めれば歌は止まるので、止まる、うん、太鼓を止めれば歌は止まる、うん、でその次入れるのはもう僕の声だけで何を入れるかっていうだけですね、うん、そうするともうその曲がに合わせて太鼓だったりみんな歌い始める、うん、あそういうやっぱし暗黙の了解じゃないけど、僕あのそっち近くで見たことないんでちょっと今度映像やなんかで勉強させてもらおうかなと思ってるんですよね。そうするとやっぱその曲になってっていうことで、そうですね、でずっとまあ前45分、まあ結局ロスタイムあると50分くらい、あでもその前からやれば1時間くらい応援してるわけですね、選手入場から。疲れるみたいなことはどうなんですかね。いや疲れますずっと、はい、あのじゃあ前半ピッピーで終わったともうガクってくるんですか。割とそんな感じです。やっぱり水分補給もあったりみんなね、でちょっとトイレ行ったりしてまた後半にっていうことでね、やっぱりすごいですね。一番の苦労っていうのはどの辺なんですかね。ちょっとお二人に聞きたいんですけど、北原さんからどうですか。今ですか、ね、うん、その応援してた時の一番苦労はこれはきつかったなみたいのは、まあ、僕らの時代で言うとまず人がいないので、ああ人、はい、あじゃあこっちで応援しましょうみたいなこともあったんですか。あっちもこっちもスタジアムに人がいないのでほう、ね、はい、じゃあちょっと寂しいから一緒に応援してくれよみたいな感じもあったんですか。そうですね、で声をかけてももう見向きもされず、うんうん、あ見向きもされず時代でしたので、はい、こっちで応援って言ったら全然ダメだみたいな。そうです、無視ですか。もう無視です。ああ、はいはいはい、そんな時代でしたから、とにかく人を集めるというか、うん、応援のこうを集め出したいなっていうのは苦労してましたよね。あ、はい、福崎さん今現在で何か苦労していることっていうの一番は何なんですかね。苦労していること、まあ、楽しくてやってると僕は思うんですけど、ね、まあ、その中にもこういうのきつかったなとか、はい、まあ、どうしてもやっぱり試合が勝たないと応援も盛り上がりづらいところは正直あるので、まあなかなか点が取らなかったり、まあ去年で言えば連敗がついたりする時っていうのはどうしても応援しながらも、まあ楽しいと言いながらもちょっときつかったかなと。あの連敗の時にあの僕は VTR でしかあの僕面から見えなかったんで、ジョフ監督が文句あるなら俺に言えというあの男気があって、僕それでまた監督好きになっちゃったんですけど、その時はどんな感じだったんですか、あのゴール裏の雰囲気は。僕らもそれは後でテレビで
あ、言ってることは分からん、全然気づかない。あ、もう結構ブーイングが多くて、全然ジョークさんがそこにいたことさえも僕は記憶がないです、ね、あ、そうですか。俺あれ聞いた時すごいなと思って、この監督じゃついてくんだろうなと思って、やっぱ熱くなる監督でね。そうですね、最高にいいなと思って、一昨年、去年退場もありましたけど、一昨年は第4の審判に結構触ったり止めてたのを僕なんか見てます。よく退場にならないなってなりましたけどね。やっぱすごい監督だなと思いました、ね、試合中ほぼわからないよね、そういう。わからないですね、あれはね。あ、でもあの横断幕あったじゃないですか、それを見て救われたって監督も言ってたんですけど、あれはどんなあれで雰囲気であれをじゃああげようっていう、俺たちと共に前を見て戦いかなんか、あれは どういうふうに決まったんですかね。まあ状況、チーム状況が悪くて多分雰囲気も良くないっていうのは、うんうん、まあ、なんとなく当然僕たちも一緒に応援しながら試合を見ながら感じてた部分があって、こう、まあ、そこで単純にブーイングするっていうのも、うん、まあ、そういう方法もあるんでしょうけど、まあ、今はそのタイミングではないのじゃないかなと考えて、むしろ前向きに、あの僕たちを応援してるから、あの自分たちの力を信じて前を向いてとにかく戦ってほしいっていうのを何かメッセージしようとしたので、あの幕を作った。そうですね、あれを見て監督もねすごく勇気づけられたっていう、もうその後もね、このあのシーズン前にインタビューなんかでも言ってたんで、やっぱあれはすごいなと思いましたけどね。例えばああいうこととか、あの入れ替え制やなんかと、あの個性でバスを迎えるときにいつでしたっけ、結構すごいバス迎え、ああいうのはどういうアイデアで、みんなでじゃ あの何時入りするんですか、個性に。大体は試合の何時間前に入るんですか。基本的に僕たち応援団はあの先に入れさせていただいて、こう幕横断幕とか、幕、それって何時間前なんですか。開門の4時間前後前に。開門の4時間前、はい、で開門が2時間前じゃないですか、はい、それと6時間前ってことですよね。だから6時間前より前には個性にみんな、みんな6時間前に集合。そうです、それは来たりした昔から。いや、最近、まあ、ここ何年か、ね、6時間前に集合して、で、じゃあそういうちょっと作戦会議じゃないけど、今日はバス迎えるぞみたいのはどういう雰囲気で、ああいう、それはまあその当日決めるのではなくて、うん、前もって、じゃあ今回はもうすごいあの重大な試合だから、バスを迎え、みんなで迎えて勇気づけようっていうのが、そうですね、ああいうのがあって、じゃあそういう作戦もやっぱり練ったりするっていうことですね。それはあのブルーカフェでよくやってるんですか。たくさんまあ、の利用させしていただいてます。その場も提供してね、北原さんも大変だと思いますけど、やっぱりそういうやっぱり今は一番もうそのやっぱ人数が増えて昔とやっぱ変わってるわけじゃないですか。すごくあの僕見ててもすごい今小瀬劇場すごいなと思うんですけど、例えばアウェーに行った時にあのスタジアムによってなんか変えようっていうことは全然ないんですか。同じやっぱ同じ歌を歌って同じちゃんとやってるように見えるんですけど、そう、立ちあのそのスタジアムによって、じゃあ例えばこういうことは苦労してるよとかっていうことは、まあ同じあのアウェーでも同じ時間前に入れるんですか。いや、アウェーはもう基本的に2時間前開門の時間ですよね。でそれからじゃあ横断幕をやって、ね、はい、やっぱりアウェー厳しい洗練があるんですね、応援だもんね。そうですね、まあ逆に古戦もアウェーのサポーターは、あ、逆はね、前もって晴れることはできないはずなので、あ、じゃあそれは 50-50 だなと。まあクラブにあのスタジアムによってまちまちですけど、基本的にはそうですね。じゃあでも6時間くらい待つ、そういう方今、施設応援団って何団体くらいあるんですか。福崎さんたちはどこでしたっけ。僕たちはインチャンスっていう、はい、施設応援団で、あとは、どういう、あとは、まあ、同じような感じでマフィアズール、マフィアズールさん、はい、ガナドール、ガナドール、はい、であの旗を振ってる、あのスタジアムの大きい旗を、そうですね、最前列で振ってる団体が広州騎馬隊、広州騎馬隊っていう、あの旗もどんどん増えてませんかね、なんか最近。そうですね、あれもでも全部自腹でチームのためにみんな作ってるってことですよね。まああれでみんな勇気づけられますもんね。今からもどんどん増えることを期待すると
いう感じですか。あとは遠征やなんかにすごく僕はちょっとお金とかかかっちゃってるとか、みんなで助け合ってるのかなっていうのがあるんですけど、その辺にちょっと答えづらいかもしれないけど、なんかありますか。北里さん、昔から遠征ちょっと遠いっていうと何かありました。みんなで相乗りで行こうとか。そうですね。高速なんか乗らないよみたいなのあるんですか。それはないと思うんですけど。みんなで、はい、福崎さん今どんな感じなんですか。ちょっと一番去年一番遠くどこ行った、どこありましたっけ。基本的に本州は、本州は、はい、車なんですよ。本州は車。まあ札幌ないですけど去年は、あの仙台、広島も、広島も車。広島何時間なんですか。あれぐらいですかね。十何時間ですかね。十何時間かけて。そうですね。それでも応援したいっていうことですよね。でもやっぱり相乗りで行けば、あの高速代なんかも安いしっていうことでね。はい、でも人数的にはいつも僕スカあのあいうは遠いとこはスカパ、あの近く買うときって僕も行ってるんですけど、やっぱりすごい応援団が行ってるなっていうことをね言ってましたけど。去年の試合で一番印象に残ってるのは、じゃあ北原さんからどんな感じだったんですか。ちょっと僕は最近はあのお店の関係でホームしか行けないので、ホームで言うと去年は一番良かったのは何ですかね。あのたまたま何でしょう、風でダウンして行けなかった鹿島戦ですね。鹿島戦ホームの鹿島戦、3-0で勝ったやつ。ああはいはいはい、ありましたね。行かなかったから勝ったんだと思います。行くと負けるんですか。そんなことない。福崎さんはどうですかね。いやー、わかんないですね。いっぱいありすぎて、やっぱり残留が決まった時は、うん、大分でしたっけ。ホームの大分戦、大分でしたっけ。あ、そう言ってましたよ、あのインタビューでも、監督もね、簡単に勝てる相手じゃないって言ってましたからね。あ、そうですね。常に大分戦でそう言ってたと思うんで、そこで引き分けだったのかな。そうそう、まあ、ね、引き分けでしたけど、残留確定したのはほっとしたっていう。その試合がやっぱり嬉しかったし、ほっとしたしって感じですか。まあでも話はちょっと尽きないんで、あっという間に1回目の時間が来てしまいましたけど、まあ、今年ねまたいい選手も来たり、柏選手が出てっちゃったけど、一言ずついいですか。じゃあ柏選手に何か鼻向けの言葉みたいのはありますか。柏選手ですか。どういうとこが良かったとか。柏選手のちゃんとありますよね。はい、はい、ありますよね。ね、やっぱりちょっと寂しくは山梨県になるかもしれないけど、向こう行って ACL で頑張ってもらいたいって感じですか。そうですね、まあ、せっかくステップアップしてったんだったら、まあ、上目指して頑張ってほしいですよね。昨日やべっちにも出て楽しそうだったんですけどね。あ、いいですね。福崎さんどうですか。まあ、上に残念ながらテレビで応援してますと。でも広島でやるときはしょうがないなと。うちでやるときはね、当然敵ですからね。ここで勝ちますね。そういう感じですか。はい、去年の横浜戦のホームで斎藤学とガチガチやってたじゃないですか、はい、俺すげえなーと思って、あのコーナーのとことか一触触発みたいになった時、あ、これはもう本気だなと思って、まあ、あの引き分けも多かったですもんね。まあ、そんなで僕もね頑張っていただきたいと。いつかね日本代表がなんかもし入れればと思うんですけど、まあ道はね険しいかもしれないですけど、頑張ってもらいたいと思いますけど。じゃあとりあえず、今日の1回目は、こんな感じで、よろしいですか。ちょっといいですかね、イベント告知コーナーを1回やりたいんですけど、こちらでよろしいですか。はい、モグラハウス主催の、フリーマーケットがあります。2月23日の日曜日、アイメス山梨の屋内でやりますので、今外だとね寒くてフリーマーケットできませんので、屋内でゆったり暖房の効いた中でやっていただきたいと思います。今出店者大募集してますのでよろしくお願いします。今日はちょっと忙しいとこ本当に、来ていただいてありがとうございます。ちょっと来週も来てもらいたいんですけど大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ来週も来てくれるかな。いいと思う。
ありがとうございました。